Thank you.
Yeah.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
愛。
はい、というわけでこんばんは皆さん、本日ですね4月の19日です。合ってる？合ってますね。2019年4月19日四季の細道は、120回目となりましたと。本日今のところ8人エントリーをお願いいたします。エントリーお願いします。エントリー費用1人100円でございます。エントリー費用は1人100円、100円からございます。100円以上でも構いませんよ。いくらでも構わんで、入れた人は入れてくださいと。で、2キャラ選んでください。2キャラ川島さんが今、していただいております。ありがとうございます。ついついね、のじ合いで熱くなっちゃってる人もいるかもしれませんが、はい、8人います。9人、はい、すいません、じゃあエントリー出揃いました。9人ですと。9人です。今シャッフルしてますんでね、少々お待ちください。
ですね、4月19日ということで、もう月末、いよいよですね、来月ですね、こちらの方のデートナー式でですね、X の、大会が、大きな大会がありますと、5オンですね、5人チームで、行われる、かける5ですね、年一の大会でございます。あれ、デートナー式で確定ですよね、確定ですよね、はい、はい、あ、こんばんは、セロテープです。その前の日からね、2日続けて、はい、デートナー式なんで、そうですね、あれ、エントリーはまだ受け付けてるんでしたっけ。まだですね、来週ぐらいまで、あ、来週までエントリーあるということでね、はい、締め切られるとうちのチームがちょっとまずいので、あれ、セロテープさんはエントリーされてない、まだまだしてないですね。あ、なるほどなるほど、はい、果たしてどうなるのか。4月27までがエントリー締め切りですね。はい、あと1週間ぐらい、はい、まだありますと。どしどしエントリーされたい方、どうぞどうぞって形。そうですね、あと前夜祭はなんかルールちょっとほにょほにょっとしてますけども、はいはいはい、一応各キャラの総力戦みたいな感じで、はい、前夜祭が5月の4日、はい、本戦が5月の5日、はい、ということで、なんか先生の中にはやっぱね、その式に来やすいところに宿を取ってる方なども、うんうん、そうですね、この辺宿少ないんでしたっけ、確かよくわかんないんですよね、その地元だから宿をね、あ、はいはいはい、あんまり確認したことがないんですけど、 そんなにないはず、駐車場とかも知らないんですよね、よくね、うんうん、そうなんですよね、電車税なんで駐車場もわからなければ宿もわからない、なんてなんて役に立たない地元税だと思われてしまう、おいしい飯屋はって聞かれてもそれもわかんない、そうそう、竹の男ならわかるんだけど、おいしいご飯もよく知らない、そうですね、松屋ありますよぐらいなね、駅前に吉牛ありますよぐらい、チェーン店しか教えられない残念ですね、そうですね、多分みんなは埼玉のうまいものとか知りたいはずなんですけど、はいはいはい、エントリー表出来上がりました、エントリー表出来上がりましたね、じゃあちょっと並べます、はい、じゃあエントリー出揃いました、そうそう、始めますかね、今日8人なんで、あ、9人なんで、1試合目はヌコ侍さんとエクスパさん、じゃんけんしてもらって好きなコンパネ選んでください。セロデブさん、後ろにお金があります、後ろにお金があります、あ、ちょっと待ってくん、なるほどなるほど、最初からもう9クレ以上入れちゃえということですね、はいはいはい、なるほどなるほど、そうきたか、じゃあですね、はい、じゃあ 1P 側がエクスパーさんで 2P 側がヌコ侍さん、キャラは、エクスパーさんが当然竜、ヌコ侍さんがガイルと、じゃあ第1試合、始めたいと思います、えい、セロさんのマイクがちょっとちっちゃかったですと、タストさんからありがとうございます、いつも来週も式の細道ありますか、なんと来週はあります、あります、はい、普通にあります、来週がなさそうなんですけど、とりあえず来週は普通の金曜日、はい、さあ、1本目はエクスパーさん、ということは来週が平成最後のやつですね、そうですね、流行りのやつですよね、なるほど、来週は、26日平成最後のね、式の細道ありますんでよろしくお願いします、さあ、はい、いよいよ言語をまたぐ、そうですね、昭和から平成、平成から世の中の関係全部ですね、あれ昭和って入れたもの以外は、そうですね、昭和って
あったかな。さあ、エクスパーパーで勝利。続いてミッチーさん。あれ X は平成生まれじゃないですか。 X は平成ですか。ですよね、昭和じゃないかったですね。スト2が、なるほど。で続いて入ってくるのはミッチーさんの龍。スト1が昭和ですね。なるほど、ギリ昭和。じゃあスト2勢は平成生まれってことでね。そうですね、はい、スト2勢が平成生まれかどうかちょっと微妙ですけど。いやいや、スト2プレイヤーは平成にしか生まれてないですからね。さあ真空で打ち返していく。お、いい勝負じゃないか。これはファイヤーを、ゲージを持っているがちょっと遠かった。そうですね、飛んだ、投げた。さあ今のはもう確認しないで、当たろうがガードだろうが投げる気で。そうです ね、 ですね。ああいう攻撃がやっぱ強いですよね。投げる投げは分かっていても返せない場合がある。そうですね、ダメは大パンで投げとくと、はい、大ボスになったりして、漏れてもね、美味しい、余計美味しくなったりする場合がある。大ボスダイヤとか大ボス中和しないと。さあ押してるのはエクスパーリューだが、お互いゲージがあるので大胆にはいけない。あの、あからさま上から行くのが多くなりますよね、やっぱこの状況だと。だけは食らわないみたいな。はいはいはい、そうっすよね。はい、逆に飛ぼうとしたところに引っかかって、そうですね、上りに、十分なダメージ、上りに当たりました。ダイヤシ昇竜、昇竜という基本の動き、あれはノンキャンですよね。さあ、ドラキュラリッツ、普通は走りに行くことになるのであんまり行きたくないんですが、エクスパーターもためらない、逆なんですよね、はい、思いっきり端に下がるタイプなんですよね。真空をもらってしまう、引っ張って投げた、昇竜拳、ミッチーさん勝利。さあ続いてハクさん、素晴らしい今駆け引きありましたね。素晴らしい駆け引き久々やりましたよ、同キャラ戦で。ミッチーさんの最後の削りの昇竜拳もちょっと遅らせ気味に出して、そうっすね、はい、さあ入っていったのはハクさんのベガ。あれ一発踏んで、よくわかんないですね、続かないですよね、あれ。投げる、そうですね、ナイトメアもそんなにあれしてないですね。はい、あれ無敵時間さんじゃないですか、来週もありますかって聞いてる方。無敵時間さんといえばね、秋葉原でイベントをするみたいな。そうですね、いや、あまり今はリツイートはしたんですけど、はい、そうですね、ちょっとでも今日は人数が寂しいので進行が早いと思いますが、さあお互い睨み合い、あーそういうのもありですね。めくりがシンク乗ってしまった。さあ道三流勝利。続いてうねさんですよ、うねさんですよ。さあ、うねさんが入るのが、おっと、X サガト。今、タイガーって言ってないですよね。大丈夫ですよね。癖でタイガーって言っちゃう人いるから、気をつけないと。さあ、黒パン。出る。出せる男。はい。
相当体力減ってくると蹴りがなんか少なくなっちゃいました。忖度されてる、はい、あーなるほど。大やっぱか後半は中朝がいいらしいですね。はあ、なるほど、そんなのがあるんですね、はい、あれこの方うねえりさんじゃないですか、もしかして。そうかもしれない。うねえりさん来日されてたんですね。さあ投げる、意外とでも龍にとっては嫌な相手なんですよね、クッサガット。そうですね、そんなに試合になるというか、うん、圧倒的でもないんですよね、はい、おっと上手い。さあ対外に最大ですね。おっと真空を当たっている、おーっと飛び込みから2段出なかったか、スパコンだったのかな、アパカだったのか、投げる、得意コンボですね。あれ振りがコンビネーションで、そうですね、サガットが振っていって投げる、さあ投げる、画面端真空、さあどうなる、中ゴス、いやーちょっとあれでしたね。よ、日本一、どうも、オニガエルです。アニメでもあの人が強いんですよ。あ、そうなんですか。ストリートファイター USA やばいっすよ。なに、やばい、まだ見てねえんだよな。ガイルにお前は最強の女じゃないのかって言われたから、すごい最強なんですよ。それまで嫌がってるのに、お前は最強の女だろって言ったら、はいっつって、はい。やばいなぁ、かなり迷惑だ。いや、見応えありますね、それは。ぜひ見てください。真空削り、おっとっと、ガイルが主人公なんですか。ガイル主人公です。まあ、マジか。昔あった実写版の映画があったところなんですか。はいはいはい、ジャンクロード版なんです。あれもガイルがね、あれも続編なんですか。え、設定そのまま引き継いでて。そうなんすか。はい、流言はコトドロだし。そうなんすか、はい、初めて知った。あの続きなので、タイトルロゴも一緒ですし。あ、そうなんだ。そうなんです。なので最初アウトだから、おパイソン、お前生きてたのか、パイソン出ないのか、お前生きてたのか、マジか、まあ、暑いですね、暑いですね。さあ、試合の方も激アツ。あと、真空は止まったか、あ投げた、受け身取っている、出た、これ止まって内容、中和性拒否。もう、やはり近づけない。続いてはガイル、セロテープ選手、なんとガイル裏剣の前でソニック、裏剣が届く前でソニック。さあこれは早速、さあブッパ様めくり、あいけ、そんな感じで、まあ、めくりまくっていれば勝てることもある。さあ前飛び中足、あとうまい、チュンリーの足技だいたいそばっとれな、なんとかなる説はかなりあるので。さあこれ、あ裏剣じゃない、削られてもう体力がない。さあどうする、これは相打ちで OK。
いや開幕届く、いいっすよ。いやいやいや、いやそれは取れ、それは遠い。はい、はい、お、いいですね。さあ果敢に前飛び中足を、あっ今のはきつい。さあどうする、さあ相手はゲージがある。さあソニックなんとか耐えれるか。しかし山本選手、おっとこれは、あ背中蹴りからの飛ばれて投げて、これはあるぞ。さあおっとそのままスポット、体力と時間がもうない。あー投げられた。勝ったのは山本さんの順利、カーシムさんはザンギです。さあ続いて現れたのはカーシムさんのザンギエフ。さあ山本さんなんとかねキャラさを生かして勝っていただきたいところだが回っている。バリシングは透かしてくるくる回っての、もう嫌ですねこの距離。あー膝で蹴られましたね今ね。ボディープレスの膝の方、もう全身が、全身がもう飛んできてますから、どこも当たるみたいな。さあミドルが嫌に刺さる、ブン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 。川島さんには全員じゃない暫定あるって、確か小山さんが言ってますから、マジっすか。うおっ、さあ方向指定もしているぞ。やはり元メインキャラというのも あるんでしょうかね。さあこの前今2発目が押しなかったら着地据えたんですが、はい、位置取りが悪かった。なるほど。さあこれガードしている、ガード中足をよくガードいきますね。そうですね、このゲーム上手い人は踏み込みガードが上手というのがありますね。ああなるほど、はい、攻撃が当てに行きたいんですが、踏み込むだけ踏み込んでガードしなきゃいけないからガードする。なるほど。さあ開幕幸先がいい、これはお、なんかテンション出ている。あ完全に、ね、はい置いてましたね。さあしかし、さあバードが出る、バードが出る。相打ちで殺された男、勝ったのは川島さんのザンギエフ。1周目最後ディオンさんのバイソンですね。はい、ザンギバイソン、これもまたまあねバイソン側結構辛いカード、そうですね、使うカードではありますね。とりあえず走りに行くのが良くない。さあこっち行った、あれれこれはやばいぞ。あーそうですね、これは後ろに行くカードじゃないですね、前に前に、やはりラインを上げることが重要。ひーあれが攪拌。さあ刻んで刻んで最後はスクリュー、連携でした。いやーですね、さあ続いて現れたのはヌコ侍さんですね。ヌコ侍さんはえ1キャラ目はガイルか。さあザンギガイル、これはもう楽しい楽しい、そうですね、ザンギガイルですよ。しかし
このザンギフは楽しくない。やっと2ヒット任し切った、はい、完全にそのソニック打つのを戸惑ってしまうと、もうあとはもうザンギのおやつになってしまうので、ソニック打つことと、もう一つは確実な対空。そうですね、相打ちでもいいから対空、相打ちはザンギにとって美味しいですからね。ザンギ美味しいんですけど、一応それでも落とさないようでいいといった感じで。おっと、あなんか思っていなかった。そうですね、表から3段を決め落ちしましたね。さあ、こっからは勝ちを伸ばせるかどうかのやつ。今エクス…誰が何勝。あ、ミッキーさんが…ミッキーさんの竜が3勝で、カーシムさんのザンギエフが今3勝なので、じゃあこのエクスパーさんを抜いたら暫定1位ということっすね。ここに割って入れるかといったところ。さあ、なんかダメだった。なんか長周キックが、やりづらい。なんだこの竜は。さあ、さすがにそれはストマックと。なるほど、嫌な行動ってことですよ。はい、なんとかなるっちゃなると。あっ、これですね。なるほど。エクスパー選手、はい、試合が終わってないのにもかかわらず全力でガッツポーズ。これは川島さん、あったまっているな。おっと、これはもうなんかあっという間にも体力がない。さあ、これですね、はい、解説にもあった通り投げで OK だと。さあ、カーシムズさんのザンギエフの2キャラ目、そうですね、各選手の2キャラ目をどれだけぶち抜けるかというところなんですが、タクキャミーはキャミーですね。タクキャミーはキャミーですね。重ねがちょっと近かったか。重ねを見せかけてキャノンというバフがあるので。ああ、なるほど、はい、しかもキャミーの場合キャノンガードさせてお釣りもらわないので、ちょっと別に行ったぞ。あえて壁走りに行ってしまった。さあ、体力はお互いいい感じ。おっと、これは攪拌が取れない。削り取りが絶妙ですね。じゃあ投げりゃいいやと踏み込んできたところで、これはやりづらそう。木村氏一発なら耐えられそうといったが、その中心をもらってしまう。あ、さあ、甘えから1回だーといった感じで、はい、あけぼのフィニッシュ。おっと、川島さん、無理じゃねえかと。無理なことはないです。無理なことはない。無理っぽいだけです。無理っぽい、無理っぽく見える振り。あ、さあ、エクスパーさんもそれと。さあ、来た。なんとかなった。川島さん、飛びがうますぎる。さあ、なんだかんだで両者一本一本。はい、大パンが、あー、全部取ってるわ。やばい、入れ食いだ。入れ食い状態。なんか技出せば当たる。いやー、これが相打ち。ただ体力的にはいい感じになってきた。いやー、なんだこれは。前に行けば進む。あ、焦がして。投げられる。投げ回勝ったのはハクキャミ。サムネさん試合です。はーい、ラウンド1ファイト。さあ、エクスパーさんが何か訴えておりますが、さあ
入っていくのはうねがえる。さあ、ハクさんも最後ちょっと投げに行ってましたが、はい、勝てばよかろう的な。さあ、因縁あるんですかね。チームメイト対決ですね。そうですね、チーム練習みたいなもんですよね。そうですね。投げて投げなし、あ、投げなし、クーリガン、クーリガン切っていく裏から。さあ、キッチンもすごいですが、裏にキャノンが出るのもすごい。あ、両方入力してるんですかね。いや、二刀にあって、はい、はいはい、レバーですよね、先レバー入れてってこと。そうですよね。そうなんですよね、あるんですよね、変なのは。自分ができないことは変なのは。そうですね。さあ、フーリガンを潰していく。中足が長い。さあ、続いて、続いてミッチーさんですね。さあ、ミッチーさん、ダルシム。さあ、これはクレバーなキッカーチョイス。これはいい組み合わせだ。お互いに白い色で。そうですね、しかしかなり近づくのが辛いみたいな形です。辛いですね。かといってソニックで押せるわけでもなく。出た、しゃがみニョロニョロパンチ。さすら合掌キック、合掌キックで落ちる。全然キックじゃないところに当たってるような見た目ですが、やはり厳しいか。さあ、上から2周目が当たる。いや、これもう美味しい画面端。これはもうでも例のこれで、もう逆にインフェルノいらない気もするんですけどね。ああ、最後の締めは。はい、あ、大好きな、大好きな、全力、全力で応援ですね。起きるのか、奇跡が。しかしこれはでしょうね。あ、TBS 最悪の結果です。さあ、ウネガエルさん勝利で、あざす、お疲れ様です。エクスパーさんがお帰りということで、そうですね、ウネガエル2勝。さあ、エクスパーさんが帰ったところで入っていくのはセロテープさんのザンギ、セロザンギ。いや、あるんじゃないかこれ。ちょっと被弾が多い気がする。さあ、一
1ラウンド目はまず様子見といったところ。しかし前を詰めることが難しい。おっとサーマー、しかし走っていた、裏から投げられる。当たりました、最後に一発当たりました。うねがえる勝利。中が1さあメキメキとウネガエルが連勝していて今4勝目、入っていくのはディオンさんの S 剣。これは期待できる組み合わせ、 X じゃないので。さあ、ダブルサマー、ちょっと遅かったようですね。開幕昇竜ちょっと早かった。さあ昇竜拳、きっちりハンドビー。さあ落としていた、うねがえる勝利。5勝、5勝。いや、あの川島さんが、あれ川島さん2キャラ目なんでしたっけ。あ、まだ。はい、川島 DJ が、さあここでまさかの川島 DJ が出てくる。これはやばいぞ、うねがえる寄っている。さあ1ラウンド目様子見といったところ。はい、 X ゲーマーズさんこんばんはです。さあ打ち合いでサマ潰される。
早く出そうでしたね。うん、さあ画面端をしているのはカシム DJ だが、しのぎ切ったウネガエル。体力リードしている時のカシムガエルはなんだか頼もしい。そうですね、守りきる感じですよね、ガエルは。要塞っぽいイメージがあります。さあ、カワシムはメイクキャラでもないのにスラ、カラキャン、エアスラというなかなか難しく、なかなか大事な行動をしてくる。最近メキメキと上手いっすよね、DJ。 そうですね、やばいっすよね、もう4ヒット。さあ、ジャック溜まってなかった。なんだダブルサマー。さあ、難しくなってきた。さあ、お互いゼロドット。ダブルサマー、ウネガエル勝利。単独1位ですね、ウネガエル6勝。決勝はなんと川シムさんの残儀とウネガエル、ウネガエルさんのガエル。さあ、これはあるか、初優勝あるか。違うの、優勝したことある。なるほど。さあ、決勝戦開始でーす。わあ、まだね、初っ端スクリュー食らいましたが、なんでサマーなんだろう。さあ、1ラウンド目は川島ザンギ。まさかの川島ザンギ先生。そうですね、川島さんの動きを見習うしかないですね。そうですね、動かさないようにして詰めていく。ソニックですね、今の中足を差し込んだ後にと待って、もう一回気持ちよく中足を振ると外大足で分かりちゃうんですが、そこは見てからそうですね、待ってましたね。サマー、ちゃんと強サマーにしてますね。さあ、飛びが通ってスクリュー、そしてスクリュー。さあさあ、どうする、飛んでいく、投げる。さあ、今のは切れそう。まさかの逆に投げる。さあ、1試合目はウネガエル。色がダメだった。さあ、大好きなアンドリザンギーフ。当てて。結構みんなね、真顔でね、色がとか言いますよね。はい、かなり重要だと思いますけど、スカシスクリューから。モチベーション大事ですよね。2回続けてスカシスクリュー。今日の参加は、9人です。X ゲーマーズさん9人、9。今日野球の試合ができますね。そうですね、それなんですよ。まあ、一つは一人でもできますからね。2周目が当たる。おっと、スクリュー、ダブルサマー。光っていた。ちょっとアントビ遅かったみたいですね。バンバンソニックを打っていって、おっと、バニシダが
そばっと合わせる。さあ2試合目もうねがえるさん。さあこのままストレートなのか、色がダメおっと青サイかこれが一番ダメなんじゃないのか。2発食らってしまう。しのいだ。緑はもう使えない。なぜならこれが3キロ目だから。そうですね、はい、足取られてない限りはこれで勝ち続けるしかない。さあしかしゼロとか、あんのか、上から、あー直接、なるほど、行ったつもりが垂直ジャンプ。これはもうしょうがないのか。投げる。今度は早かった。あの時の早かったり遅かったり、危険飛びですね。不安飛び込みと申します。安全ではない。さあダイエットからのスクリュー、これは決まった。あれ今カラージャンプでした。ダイエット出した。ちょっとね目の前あのケーブルがあって今見えなかったんですよ。が先にリーチをかけてるのはうねがえる。おっと早かった。あ、遠かった。空間が歪んでますね、右端。投げる、死んでいる。切れそう。さあ、ストレートでうねがえる勝利。おめでとうございます。好きなだけ喋っていいですよ。おめでとうございます。ヒーローインタビュー、好きなだけ喋っていいですよ。おめでとうございます。おっす、うねがえるです。ありがとうございます。今日の勝因は何ですか。おっす。ソニックブームです。ソニックブーム、おっす、ありがとうございます。木曜日は、はい、大山ニュートン。あ、ぶっ込んできた。よし、告知ぶっ込んできた。じゃあ来週100人だな。別の店の告知をぶっ込んできた。おっす、よろしくお願いします。なるほどですね。レイトロじゃあ、 あの木曜日は大山ニュートン、金曜日はデイトナ式ということで、はしごはできる。はい、そうですね。ありがたいね。ありがとうございます。いやよかったですね、でも、はい、ザンギ、決勝ザンギで、組み合わせ運も良かったです。そうですね、ライブくじ運も良かったんで、くじ運も良かったですね。まあ、そうですね、組み合わせもよし、まあ、ソニックも見せられてよし、ソニックもよし、悪いとこなかったですね。そうそう、四季の細道で俺結構ザンギに、はい、割と負けてたんで。負けてたんですか。そう、あら、意外。この前も、はい、決勝戦で、はい、ザンギに死んでましたから。なるほど。そう、パーシブさんのザンギにストレート負けしたの。ああ、逆にね。逆にね。じゃあ今日はあれできたと、リベンジできたということですね。リベンジできた。ああ、おめでとうございます。無料です。あ、無料です。ありがとうございます。はい、今日はこんなところで、よっしゃ、優勝はうねがえるさんのガエルでした。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。あざーす。うねがえるでした。ほぼ山本でした。
はい。Japan!
Thank you.
Oh!
Thank you.